ウィリアム・ハーベイ・ラム・ウォレスはアメリカ合衆国の弁護士であり、南北戦争では北軍の将軍として戦った。ユリシーズ・グラントはウォレスのことを北軍の最も偉大な将軍の一人と考えた。ウォレスはオハイオ州アーバナでジョン・ウォレスとメアリー・ラム・ウォレス夫妻の息子として生まれた。1841年にイリノイ州マウント・モリスのロック・スプリングス神学校で学んだ。 スプリングフィールドでは、エイブラハム・リン・カーンと共に法律を学ぶ計画だったが、その代わりに、イリノイ州オタワで、セオフィラス・ライル・ディッキーと共に、法律実務を始めた。1851年に、ディッキーの娘、マーサーンと結婚した。ウォレスは1846年に、法律の免許を得て、同じ年に兵卒として第一イリノイ不評連帯に、加わった。 上位のクライト副官に上り、米北戦争のブエナビスタの戦いや、その退屈かの小さな戦闘に参戦した。この戦争における短い体験の後で、1853年に地区検事になった。南北戦争が始まった時、ウォレスはスプリングフィールドで結成された第11イリノイ連隊に兵卒として志願した。その後部隊の大佐に選ばれた。 1862年のドネルソン取り出の戦いでは、グラントのテネシー軍のジョン・ A ・マクラーナンド巡将の師団に属する一個旅団を大佐として指揮した。戦闘の間、マクラーナンド師団の大半が大きな損失を出して後退させられた中で、ウォレスの重火の下での冷静さが特に光った。ルー・ウォレス巡将は、ウォレスのことを大変な後期の1日から戻った。 脳不要に見えたと語った。ドネルソン取リデの功績でウォレスは志願兵の順守に昇進した。シャイローの戦いでは新しく師団指揮官となり、有名なホーネッツネスと、すなわちサンクンロードに直接となり合う位置で南軍による猛攻に6時間も対抗し続けた。その師団が最終的に包囲された時に撤退を命じて脱出したが、ウォレスは致命傷を負い、 後に、戦場で虫の息になっているところを舞台に発見された。兵士たちはウォレスをその妻のところに運んだ。妻はテネシー州サバンナのチェリー邸宅にあったグラント将軍の作戦本部に戻る途中でウォレスの看護をした。ウォレスは3日後に妻の腕の中で死んだ。今はの言葉は我々は天国で会えるだった。ラサール軍のタワーに埋葬されている。 シャイローの戦いに連れて行ったその軍馬プリンスも、ウォレスの隣に埋葬されている。カンザス州、ウォレス軍は1868年に、ウォレスにちなんでその名前をつけた。ありがとうございます。